正午正午中村正午ここで決めろよ正午ということでマリホーやりました。中野とピロイチパロッテマリンズ応援チャンネルでございます。マー君です。ピロイです。さあ今日はですねちょっと諸事情で、公園からとある公園から撮影しているんですけども、マー君よかったね。よかった。うん。ということで早速行きましょう。じゃじゃん。10月25日日曜日、オリックス対ロッテアット京セラドーム、1対18でございます。連敗6でストップ、そして、大勝でストップしました。よかった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 ねちょっと周りの目が怖いんですが、あすいません、バイクがすごい通って、今日はですねなんといっても、ね、コロナで熱も出てしまっていた岩下投手が戻ってまいりました。とうとう。もう、そしてですね、もう岩下の新生姜のようなピリッとした、ピッチングで、5回74球、無失点、5回0点で抑えてくれました。いやー、岩下投手ね、もう今日ね、ちょっと炎上しちゃうともう、どうなることやらと思って、もうなんとか抑えてくれと思ったんですけども、なんと、本当にもう期待以上のピッチングをしてくれたかなと思います。復帰戦で、もう5回無失点、もう超上出来だと思います。で、その後はもうフローレス投手が、もうなんか最近、貝またぎがなんかね恒例になってきましたね。でそれでもなんかもう全然こうバテない感じでこう直球放っていくんですよね。それがすごい。フローレス投手が2回で小野投手で最後佐々木千早投手がですねちょっとピンチをつけてしまって1点失ってしまったんですけども、まあ計9回1点で、試合を締めました。そしてですねもう今日はなんとも14安打、10得点でございますよ。何だったんだ昨日まではっていう感じでですね。で特にこのもう上位打線ですね、今日のヒーロー中村翔吾選手含めて、藤原選手、荻野選手 1,2,3 番がですねなんと全員3安打そして10得点。でも菅野投手もね本当に、あ菅野選手もめっちゃいい、僕の大好きな流し打ちも出ましたし本当に最高だなと思いますね。そして荻野選手の代打で出てきた、またすいませんバイクがいっぱい通る荻野選手の代打でできた鳥谷選手がなんともう本当に阪神時代も何度も見た綺麗な、右中間を抜ける二塁打を放ちまして、これがですね通算350二塁打おめでとうございます鳥谷選手。もうね今日は350のボードをこう持ってかけていく、ちょっと、清田選手が可愛すぎて、皆さんぜひパリーグ TV かなんかで、確認してみてくださいめっちゃ可愛いです。妖精のような清田が見れますのでね、うん、いやーでも良かったですね。ちょっともう今日もね、でも長薬投手がですね前回西武戦でめちゃめちゃいい投球、もう台湾デーで、もうかつて最高の投球を見せたもんでですね、今日もちょっとなかなかやられるんじゃないかと思いましたが、結構こう落ちきらないフォークだったりとかをもうしっかりとロッテ打線が捉えたり、であと福田選手だったりとか足立選手が少しこうちょっとミスする中でそういったところにもちゃんとこうつけ込んで14安打で10得点。もう実況の方も言ってた通り、もう本当に効率のいい得点の取り方をできたなと思います。いやーでも本当良かった。もうね、私がちょっとマリンフェスタの今年最後のマリンフェスタをね見に行った時に負けて、そこからもう今週ね平日中野さんが担当してくれてたんですけども一回も勝てず、そして昨日も勝てずっていう感じだったんですけども、なんとか今日勝ちましたよ。いやーすごい、よかった、よかったです。とりあえずちょっとずるずるいかなくて、なんでね、いやーもう本当にもうオリックスもね今最下位で、ね、CS の可能性もないっていう中ですけども、やっぱ全チームねもう全然負けたくない、もう1試合も負けたくないと思うんでね、もう負けていいなんて思ってる選手一人もいないと思いますからね。なんで次はあれなんですよね、そうペイペイドームでございます。火曜日からペイペイドームで首位ソフトバンクと直接対決ね。もう今今日は、ソフトバンクも勝ちましたので 9.5 ゲームかな離れてますけども、なんとかなんとか差を詰めれるようにね、もうマジック6、5が点灯してますけども、なんとか火曜日はおそらく石川投手が投げると思いますので、ぜひ、僕は東京住まいですけども、皆さんみんなで、福岡にエールを送りましょうということで、そうですね、あと今週末か
もう、来週の11月の1日に僕が現地に、ZOZO マリンスタジアムに行きまして、11月の3、4、5かな、4、5かなに、中野さんも ZOZO マリン現地に行きますので、ぜひ、僕ら見かけた方は、声かけていただけたらと思います。本当にあの生で見ると結構目元が可愛らしいおじさん2人なので、あの話しかけやすいかなと思います。全然あの写真撮っていただいて構いませんので、はい、ありがとうございます。この間もモノマネ大好きですと言っていただきましてありがとうございます。で、明日はですね、運命のドラフト会議でございますね。あの早川投手がもう地元ロッテに行きたいと言っているけれども、楽天でしたりとかイーグルスでしたりとか他の球団も早川投手投手を取りたいと、まあ、言っているので、おそらく競合になるでしょう。で、中野さんのくじでは、ロッテが当たりを引いたんですけども、果たして井口監督のくじはどうなるかということで、井口監督そして球団関係者の皆さん期待してます。いい選手をね、そして中野さんの予想が何個当たるか、ぜひ活躍してくれる将来の未来を、未来のロッテを背負ってくれる選手を獲得してもらえたらなと思います。マー君そんなとこかな。いや、とりあえず今日は勝ってよかったです。もうあの救急車も来たんで、そろそろ終わりにしようと思います。はい、ありがとうございます。明日は、ドラフトの動画を中野さんが上げてくれると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、中野ピロイのピロイでした。もうすごいですね。ちょっとこの公演は次からやめます。